田中圭来年1月主演、おっさんズラブ、続編放送の超人気俳優が、ボートレース営業の会。過去には警察出動沙汰も、意外仕事の裏側。田中圭39や林健と、33がブレイクするドラマ、おっさんズラブ、テレビ朝日系。2018年に第1シリーズが放送されるや、 翌19年には続編が制作された。散作目となる新シリーズ、オッサンズ・ラブ・リターンズが24年1月5日。新作では、アラフォーになった春田宗一田中牧亮太、林の夢の新婚生活が描かれるといい、彼らの新居に退職して再就職を果たした家政婦の武蔵さんこと黒沢武蔵コー 64も乱入して、という展開が描かれるという。シリーズ1では熱狂的な OL、おっさんズラブ民を多数生み出し、劇場版も大ヒット。衣装やセットなどを展示するおっさんズラブ地中の音楽をオーケストラが演奏するコンサートなど、関連イベントも大盛況でした。今回も放送に先駆けて、 おっさんずラブてリターンズ直前復習編を全国6都市で12月23日から同時開催するなど、朝日も力を入れています。テレビ史ライター、今や売れっ子俳優となった田中。そんな田中が引き受けた意外な仕事が、ファンの間で話題になっている。12月22日に大阪ボートレース隅の絵で開催される、ボーリのイベントの一環として、 トークショーを行うんです。田中さんは19年から20年までボートレース振興会のイメージキャラクターを務めていましたが、キャラクター就任期間以外に、田中さんのような超人気俳優業を行うのは見たことがありません。スポーツ指記者、現在はタレントの山の内鈴22や俳優の神尾風樹24、なが出演中のボートレース CM。 前室のスポーツ史記者によると、CM 契約と出演も含まれるため、神尾も田中の2日後に同レースのイベントに出演する。しかし、契約が終了したはずの田中が出演するのはなぜなのか芸能プロ関係者は話す。もともと田中さんで知られ、ギャンブルが大好きなんです。 10月に京都競馬場で行われたトークショーにも出演しています。ボートレースは CM に出演するまで流行ったことはなかったようですが、仕事の一環でレース場を訪れたことでハマったよ。ですので、今回のイベント出演は忙しい田中さんの息抜きも兼ねていると聞こえてきています。プライベートでレース場に足を運んでいる姿を SNS などで拡散されるよりは、 一回100万円以上とも言われるイベント出演を開拓した方が得。田中さんはイベントの傍ら、ボートレースを楽しめますし、事務所もプラスになると考えたのでしょう。一方で、田中のボートレースイベント登場を少々危惧する声も。年10月に岡山県ボートレース小島で田中さんのトークショーが行われた際は、大ブレーク中ということもあり、 トークショーの整理券を求めて、徹夜組が殺到。公式サイトなどでは、朝6時から入場待ちが可能とアナウンス、ののされている徹夜組に整理券を配布してしまったんです。そのためルールを守って、朝の6時以降に訪れたファンが整理券をもらえない事態になり、現場は大揉め。最終的には、警察が出動する事態にまでなったそう 広いパドック内でトークショーを行う競馬場と違い、ボートレース場のトークショーは400人程度しか入場できない。イベントホールでの開催になるため、ファンが殺到しやすいんですよね。前室のスポーツ式のイベントは平日、金曜日開催ながら、昨今のボートレース人気も相まって、ボートレース小島の二の舞になる可能性もゼロではないのかも。 と前出のスポーツ誌記者は続ける。コロナ禍でおうち時間が増えたことで、でね、購入できる公営ギャンブルの売り上げは軒並みアップしています。中でも比較的ルールが簡単で、イケメンや美女レーサーも多い。ボートレース人気が高まっている。今年に入り、接触なしの選手、トークショーなども再開されていますが、コロナ禍の倍ほどのファンが最大です。ボートレース住之江でも。 イベントは開催されています。そのため、ボーっと来たようなミスは犯さないでしょうが。当日、どれぐらいの田中さんファンとボートレースファンが来場するんですからね。全道ドラマ出演が途切れない大人気俳優の田中の来場だけに、大いに心配されているようだ。平和に終わり、田中にとっても息抜きになればいいのだが。 シーズン3開始で共演者との距離はさらに近づく。